日向坂46の冠ラジオ番組、日向坂46の日文化放送。11月20日の放送に丹生明里と濱岸日和が出演し、ニューが自宅で初めてサンマを焼いた濱岸に感心する場面があった。リスナーから、秋の味覚は何ですか?と質問。リスナーからの質問、秋の味覚は何ですか?に、ニューが、私当てていい。ひよたん、濱岸が思う秋の食べ物は、私絶対さつまいもだと思う、と言うと、濱岸も、今、私も、思った。さつまいも大好きなの、と同意。バル、だが濱岸は、でもね、この前さ、本当に初めてぐらいに一人で自分でお魚を焼いたの。秋といえばサンマじゃん。スーパーで売ってたから、サンマを買って、焼き方とかを調べて、サンマを食べてみたの。めっちゃ美味しくて、サンマってこんなに美味しいんだって感動しちゃったの、と、サンマを初めて自分で買って家で焼いて食べて感動したと明かす。やばい、大人の一歩じゃない。これにニューが、すご、えら、やばい、大人の一歩じゃない。それ、と驚くと、濱岸も、そう、なんか自分大人だなって思った、と笑いながら答え、ニューが、お姉さんキャラになりたいって言ってたから、と言うと、濱岸は、だからさつまいもじゃないです、と反論した。ニューが、私はさつまいもの女じゃないって。サンマの女、と聞くと、濱岸は、そうサンマ。サンマの方がお姉さんっぽいでしょ、と言い、ニューは、お姉さんっぽい。なんかすごいね、やっぱ二十歳を迎えて大人への一歩を進んでるね、と、同期である濱岸の成長を喜んでいた。次回の、日向坂46の、日、は11月27日、日曜日夜6時30分より放送予定。